はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、昨日のですね、池江璃花子さんがインスタグラムを見ました。プール入ってましたよね。すごーい。 いや、水着着てね、そのプールの中から元気にね、イエーイってピースしてましたよね。いや、嬉しかったな、嬉しいですね。その昨日のね、ニュースゼロでもね、ニュースになってましたけどもね、そのインスタグラムのね、内容はね、こんな内容でしたね。こんなこと語ってましたね。病院の先生の許可がやっと出て、プールに入ることができました。406日ぶりのプールらしい。言葉に表せないぐらい嬉しくて、気持ちが良くて幸せです。日本中、世界中で、新型ウイルスが流行ってますが、私を含め感染予防対策をしっかりとし、一日でも早く、収束することを願いますとね、こう自分の近況と世界のね、皆さんに向けてですよ、メッセージをね、添えてくれましたね。まあ、元気な姿をね、見せてくれてね、こっちも嬉しいですね、本当にね。まあ、最後に泳いだ日から、その406日ぶりらしいですね。いや、長かったでしょうね。もうね、どんだけ本人を待ち望んでていたことでしょうね。いや、それはもちろんね、周りのファンもね、その姿もまだかまだかと待っていましたよ。それは言葉に表せないくらいに嬉しいですよね。っていうか、早っ！めっちゃ早いないですか？まあね、復活がめっちゃ早いですよね。まあ、でもこればっかりはね、ほんまに個人差がありますからね。それはね、ちゃんとね、その病院の先生からですよ、許可が出てたらですね、プールにも入れるんでしょうけど、まああのね、僕は、移植終わって退院してからね、退院してからの数えっていうのはあれですけど、もうね、もうすぐあと10日ぐらいしたら600日ぐらい経つわけですよ。なのでね、でもまあまだまだ僕はそんな活動もできないんですけども、まあ未だに僕の場合はですね、お風呂の浴槽にも入れません。もともとね、シャワー生活だったんで、まあ、特に気にしてなかったんですけどね、最近ではこうやっぱり寒い日が続いたんで、やっぱ温まりたいなーってこう思うようになってきているので、まあ、そろそろ入ってもいいんちゃうかなーと思ったんで、まあ、先日の通院でね、先生に聞いてみたんですよ。ほんなら、次回の血液検査で免疫の検査をするから、その結果次第で許可を出します、なのでまだ我慢してくださいとのことでした。だからね、プールや銭湯もね、まだまだ先の話ですね。まあ、免疫力もね、その回復してほしいんですけども、まあ、僕もね、池江さんのようにトレーニングを早くしたいですね。そうね、体重はね、順調に減ってるんですけども、筋肉も減ってるんですよね。筋肉がなかったらね、その血液の循環も悪くなるし、でそれによってですよ、体が冷えるような気がするんですよ。でも筋肉つけるのはね、そのタンパク質をね、しっかりとると。まあでもね、ちゃんとね、選んでね、高タンパク低カロリーのね、肉を食べて、で筋肉を使うトレーニングやね、リハビリをするしかね、方法はね、ないと思ってるんです。その筋肉を使うトレーニングですよ。筋トレをグーってするんじゃなくて、筋肉をこう動かしながらね、こう使うしっかりとしたトレーニングをしたら筋肉がつくとは思ってるんで、まあ、勝手に思ってるだけなんですけども、まあ、もし他に何かね、方法があれば教えてほしいです。まあね、プロテインやね、そのサプリメントもね、よく聞くんですよ。どうなんやっすって、プロテインとか食ったらええやん、サプリメント飲んだらええやんって言われるんですけども、その、あかんって言われてるんですよね、病院でね、先生に。だから接種ね、できないんですよね。本当に残念ですけど。その骨髄移植をね、した人がね、その体を作るためにですよ、病室でね、先生に黙って勝手に飲んでた人がね、この体中にね、じんましんかね、湿疹がね、ばっと出たというね、その前例がね、あったらしくて、結構大変やったんですって。なので、そのプロテインやサプリメントで栄養を取ろうと思うなら、ちゃんとした食材から栄養を取りなさいってね、こう先生からね、言われてるし、でその入院中にね、その担当してくれてた管理栄養士の人もね、同じことをこう言われてたんで、まあ、しっかりね、今はね、守ってるつもりでございます。まあ、でも今まさにね、栄養を取ろうと思って、野菜プラスささみでスムージーを作ってね、
まあその離乳食のような流動食なんですけども、それを作ると食べてるんで、まあ、プロテインやねサプリメントよりも安全なその摂取方法やとね僕は思ってやってます。最近はねその流動食にね魚の切り身も入れてみてます。そのね、焼き魚やったらね入れたらですよ、ほんまにその少しね焼き魚のね味がねするんですよ。風味とかねめっちゃ美味しかったっすねあれはね。そのお鍋をするときにもね、その食材の中に魚を入れてるんですけども、そのお鍋からね出した食材っていうのをこう取り分けるじゃないですか。そこにお皿に入れるでしょ。でそれの食材をしっかりザルでこうね汁気を切ってからブレンダーをわーってするんですけども、その食材自体にそのお鍋の味が染み込んでるから、その流動食はもう飲むお鍋なんですよ。まあそのね同じようにブレンダーでね流動食にしたい料理の種類ではですね、他にはですね焼きそばとかチャーハン餃子といったねその中華料理もね本当はねめっちゃくちゃ食べたいんですよ。中華料理ってねでもね味付けの濃さって最強でしょ。あれはね調理し終わってからね水にさらしてねその表面についてる調味料をねその洗い流したとしてもですね、もう具材の中にめっちゃくちゃ染み込んでるんで、どうやってもねあれは口が痛いんですわ。その焼きそばでね過去に経験済みなので、もうわざわざね痛い思いをするならばですよ、まあ、最初からはしません。まあ、その味が濃いに関連する話としてね、かぼちゃあるじゃないですか。かぼちゃはね単品ではねちょっと食べれなかったですね。かぼちゃを蒸してからちょっとだけね箸でこうつまんでねこうブリッとこう口の中に入れてみたんですよ。あのコメント欄で教えてくれた人がいてね、そうやかぼちゃや忘れてたってねテンション結構上がったんですよ。かぼちゃも好きやったんでね。でもね痛かったなあれは、ほんまに痛ーってなったんですよ。うわ口痛いってなってもう食べれずでしたね。でもねその他のね食材の中に入れてですよ、キャベツとかねほうれん草とかバーって入れてる中にこうバーって一緒にいてブレンダーをねしていたらね、もう難なく食べれました。軽くこうかぼちゃのね風味はするんですけども、そのかぼちゃ単品の濃さではなかったんで、あのさらっとね食べれましたね。あ飲めましたね。ピーマンもねあの苦さでね痛かったですね。ピーマンもあの単品で食べたら痛かったんで、一緒に入れて食べるとあの問題なかったです。まあ、なのでね痛くなる食材はね食べないようにしたいんですけど、単品ではね。でもそうなるとですね栄養が取れないので、まあ、入れる割合っていうんですか、その比率をその少なくして入れると、まあ、痛くないので、まあ、なんとか食べれてます。まあ、今度はねナスビも入れてみようかなと思ってますよ。まあ、そうやってねこう何かね生きるために工夫をして、そんな中でこうやってねその楽しみを探してですよ、早くね僕も池江さんみたいにね先生から許可をもらって、今年の夏にはね、子供とプールに入れるようにしますね。まあ、ていうかその前にね、仕事せなあきませんわ。仕事復帰ですわ。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。